天神山城は、新潟県新潟市西関区にあった城。標高234.5メートルの山頂に、築かれた堅固な日本の城。新潟市指定史跡。本丸には、土塁、空堀、増ス型湖タ古二の丸には、野面積みの石垣、水源と思われる池が存在した。越後の豪族小国市の城である。年に、源の頼政の弟、 小国頼よりゆきが築城し、着地、胸よりを住まわせたと伝わる。南北朝時代、小国に市着流の小国正光は、南朝方として、神原津城を拠点に活躍したが、1336年に、池市、川内市、風間市、沖市、千屋市、高梨市らと島崎城にこもり足利が高う地方の色、色部校長。 カジカ月ならと戦うが落城し、小国氏着流が耐えた、ため、支流の小国、内啓がこの地に進出し、1352年に天神山次郎をまたしろした。戦国時代に小国頼秀、小国頼よりひ重頼よりは、上杉謙信の家臣となり活躍した。お盾の乱の後、小国ニの家督は、直江兼カの辞典、樋口義ヨが継ぎ、小国ニサよりと名乗ったが後に、 大国市に改正し、大にサネよりと改めた。1598年、サネよりは、上杉影勝の合図天保に従い、道の区国式山城に移ったため、天神山城は、廃城となった。現在の城石は、保存状態が非常に良く、麓の岩室温泉から投範して車や土塁などの移行を見ることができる。ありがとうございます。